続きまして、キャプテンの松田君前にご挨拶を申し上げます。皆さん、今シーズン1年間、いつ、どんな時でも本当に背中を押していただいてありがとうございました。今日は本当に多くのお客さんに来ていただいて、こんなにいい雰囲気を作っていただいて、勝ち点3を取れなかったことが本当に今悔しいです。サポーターの皆さん、昨日のサンガタウンの横断幕には本当にしびれました。思いが届くっていうのは本当にこういうことを言うんだなっていうのをすごく実感しました。今シーズンも簡単なことは一つもなかったですけど、今、自力で残留できるこの順位にいることは、皆さんのパワーのおかげです。ありがとうございます。僕たちは今シーズン参加タウンでやってきたことは本当に自信を持ってやってきたなって誇りに思います。来週それが結果につながるように、岩手戦絶対帰って京都にまた戻ってきます。Thank you.